このベスト8第4戦コーバーダサンドあー、うまくいるジャンプ A カウンターから地上2レーンの人へ裏回りからユーザーブリに行ったけどどこを思うつぼコンボミスどこ行くな天守だけとか言えなどこ行くなさて、ここからお互いどっちが触れるかの集まり天守だ右側はコーノックバックここで勝手反撃切れではアウトワンコンボなんかジャンプ防止に成功する場面が多いがコンボに行けないのが寂しいところここは最後はジャンプ防止だったがこれをコンボに行けないここでスパーク使ってもう一度立ち回り2A 触ってエブリを残った多分最初の 2A と2発目の 2A がギリギリヒット確認できてないレベルだが勝ったのはアドゥ第2ラウンドは265-58ゲージ上では怖いがまずはクーラーでアドゥエフォーしかしジャッジよく見てるあのとりあえず 2A 押しといてガード 2A 押しといたらしかし2回戦はアドゥが通るっていうあれですねワンコンしかしアドゥクーラーで壁足は上入れたら回避としてカウンターからワンコンヘリスギーハルカ5214痛恨で相手は死ねこれが宮川1-1ゲージ状況172-143距離が取りたい寄ってくんだ寄ってくんだあーっとしかし命拾いだ命拾いだろあー命拾い立場に戻るこの半分ジャンプがビハインドあと追いかけるゴールデンジャンプ T ガードからの A4C ワトンデスボデスボケボしかしこういうぬるい連携がこいつは通じない裏から右ワイコンゴールミス何度使われたかでもデメス発言が当たらない勝ったのはこうアンドゲッソリー